今日は一石二鳥という言葉を勉強したいと思います。言葉を勉強したいと思います。一石二鳥という意味は一つの行為で二つの利益を得るということです。じゃあ例えば私の経験から言うと、トイック900点の彼氏と付き合いました。そこで得たものは英語の勉強ができるようになってまた声もできて、これって一石二鳥じゃないですか。まあ分かれちゃったんですけどはい、かわいいなこの子。声もできて、これって一石二鳥じゃないですか。かわいい。別れちゃったんですけど。あれ？別れちゃったの？今だ！チャンスだ！チャンス！でも、この子って落としやすいかな。はい、これが一石二鳥という意味です。ぜひ使ってみてください。